こんにちは、萌です。今回はですね、大きな抽象画を描いていきたいと思います。で、今回使っていくのはですね、こちらのモデリングペーストというものを使っていきます。このモデリングペースト、私結構使うんですけど、抽象画を描くときにですね、ボコボコさせたりとかですね、この凹凸を出したいときとか、テクスチャーを出したいときとかに使います。で、今回使うのは U35 ターナーさんから出てるやつですね。この U35 シリーズの、モデリングペーストを使っていきます。で、私が今までに使ったことのあるモデリングペーストは、草壁のモデリングペーストとですね、あとは、リキテックスとかですね、他にもいろいろモデリングペースト出てるんですけど、結構今まで使ったやつ全部良かったので、まあ、安いのでいいかなっていう気もします。で、この U35 もですね、たっぷり入ってるんですけど、そこまで高くないのでおすすめです。で、このモデリングペースト、今回はですね、S55 というかなり大きめのキャンバスに描いていくので、ちょっとね、今使っているこちらのパレットナイフがかなり小さく見えるんですけど、普通の、小さめのキャンバスだったらこの普通のパレットナイフでちょうどいいぐらいだと思うんですけど、ちょっとね、今回小さかったので、これをどんどんね、重ねていきます。で、これかなりですね、ボコボコにしていきたいので、最初に塗ってるんですけど、これ塗るときに気をつけたいのが、最終的にどういうテクスチャーにしたいかっていうのを考えながらやってください。そうしないとこれ固まるとですね、まあ、削ったりはできるんですけど、せっかく出したテクスチャー削るともったいないので、最終的にどういう形にしたいかっていう形を考えて作っていきます。で、ボコボコにさせたい、そのボコボコ度もですね、ちゃんと考えていきます。あんまりこうテクスチャーでこぼこさせたくない人はちょっと薄めにやるとか、あとはもっとボコボコっとさせたい人はたっぷりのせていくとかですね。で、たっぷりのせればのせるほど乾く時間が長くなるので、乾かせないといけないね、時間が長くなるので、そこはちゃんと考えてください。で、表面が乾いたと思っても中が乾いていなかったりすると、その上からすぐに絵の具塗っちゃうとですね、また乾きが遅くなってしまうので、あとはよれちゃったりとかするので、しっかりと乾いてから塗るようにしてください。で、このモデリングペースト自体に色をつけて塗ることも可能なんですけど、私はですね、今回はとりあえず白で全部型を作ってから上に塗っていこうと思います。で、これもですね、もちろん下書きをしてからやってもいいと思います。それからね、どうせ消すなら、絵の具で下書きをしてからやってもいいと思うんですけど、自分の場合どんな感じかっていうのをですね、こうスケッチを見ながらやってるので、直接ペーストをつけていってます。で、このペーストもですね、のせるときにちょっとしっかりめにキャンバスにこう塗りつけるように、貼り付けるようにですね、グッと押し込むようにして塗ってください。そしてね、あんまりくっついてないとですね、乾いたときにポロって取れちゃったりとかするので気をつけてください。はい、で、ここからですね、これ乾いたら色を塗っていきます。で、この色塗りもですね、私は抽象画を描くときは結構色を重ねて描きたい派なので、まあ、その抽象画にもよるんですけど、今回はね、もう本当に筆のストロークとか絵の具の飛び散り感とかですね、そういうものを存分に出していく絵になるので、結構大きめの筆で描いてます。で、今回使ってるのは筆というよりハケですね。大きいストロークで描きたかったのでハケを使っています。私が壁画とかでもね、よく使うものなんですけど、普通にホームセンターで売ってるやつです。で、これももちろん普通の筆でもいいし、この筆を使わなくてもパレットナイフだけで描いてもいいと思うし、
なんなら手とかを使ってね書いてもいいと思います。そういうちょっとダイナミックなものを書きたいときはですね、いろいろと使うものも変えて試してみるといいかなと思います。はい、で今回の絵はですねオーダー作品なので、ちょっと最終的にはですね、ちょっと半分だけお見せしようと思うんですけど、ゴージャスな感じでちょっと黒白とあとはゴールドシルバーとかこの辺をですね使っていきたいと思います。ちょっとゴールドメインにしてバックグラウンドはグレーとか白とかその辺を入れていくっていう感じですね。であとは茶色とか黄土色とかちょっと黄緑っぽい色とかその辺の色味も若干入れていくっていう感じです。で今ボコボコさせたところがですね、ちょっと見えるかなと思うんですけど、それに沿って色を塗っています。でここでもしちょっと足りないなと思ったらさらにね足していっても大丈夫です。この絵の具を塗った後にモデリングペーストをさらに追いモデリングペーストしてますね今。ただこれまた乾かないと上から塗れないので、そこね気をつけてください。ちょっとやっぱり色を塗った時点でまだ足りないなと思ったので足しました。そしてここからですねゴールドを足していきます。もちろんこれモデリングペースト乾いた後ですね。このゴールドもうチューブごといっちゃいます。もうチューブごとこのキャンバス上にですねブチューと絵の具を出してのせていきます。もうなんかケーキに生クリーム塗るみたいな感じですね。ドボドボっと塗っていきます。もちろんこれなんかもったいないなって思う人はモデリングペーストの方を使いたい人はモデリングペーストでこういうボコボコをさらに作って、それをね筆で塗っていってもいいんですけど、筆で塗る感じとこの、絵の具自体をパレットナイフでスーッとこう塗る感じってテクスチャーがねやっぱ違うので、それを出したいところは、このパレットナイフでやって塗り込むところはですね今筆で塗り込んでます。これとりあえず埋めたいので、筆で埋めて、で上にさらにですねさっきみたいに、パレットナイフでボコボコっとドバッと乗せていく感じで重ねていきます。でこの抽象画描くとき結構色を重ねるとか絵の具を重ねるとかですね、乾くの待たないといけないのがちょっと時間がねかかってしまうんですけど、それをやる方がこう厚みが出ていい感じに、ね、なると思います。もちろんその自分がね作りたいものにもよるんですけど、結構私は重ねて重ねてっていう感じで描くのがね好きなので、ドバドバ乗せていきます。はい、そしてここからですねしぶきを足していきます。まだこの塗っている状態もですね完成じゃないんですけど、とりあえず1段階目で、しぶきを出していくんですが、今黒い絵の具を筆につけてハケにつけてですね飛ばしてます。でこの飛ばす感じもこの丸い点々をいっぱい出したいのか、小さい点々を出したいのか、大きい粒状のものにしたいのか、それとも線みたいにしたいのかっていうのによってですねやり方が変わってくるんですよ。この絵の具の水分量とか、あと筆の大きさとか、高いとこから落とすか近いところでやるのかとかですね、そういうのによって全然違うものができるので、その辺ねちょっと練習してもらえたらなと思います。またこれの、違いというかね出し方もちょっと取れたらなと思います。ちなみに今回はこの丸っぽいしぶきと、あとは線になるようにちょっと垂れてる感じのやつも使いたかったので、その辺もですね描き方乗せ方を変えてやってます。であと普通のアクリル絵の具、チューブ状のアクリル絵の具をここまでサラサラにしないといけないっていうのあるので、サラサラにしすぎると色がね薄くなってしまうので気をつけないといけないんですけど、こうやってしぶきを出したいときはですね、まあまあ水分量多くないとできません。なのでそこもですねちょっと自分で水を混ぜながら
やってみてください。さすがにここまで大きいのって書くことあんまないかもしれないので、そういう時はちょっと小さめのキャンバスにですね、小さい筆でやってみるといいかなと思いますが、筆あんまり小さすぎると大きいしぶきできないので気をつけてください。はい、そしてやるときはね、しっかりと他に飛び散らないようにカバーしてください。いっぱいね、思った以上に飛び散ります。でしかも飛び散るようにしないといいのができないのでね、その辺もしっかりとちょっと考えてね、やってみてください。はい、そしてこんな感じにですね、できました。ちょっと全体は出せないんですが、しぶきとこのテクスチャーといろいろと重ねていって、こんな感じに仕上がりました。いかがでしょうか。結構ダイナミックなね、抽象画ができたと思います。皆さんもこういうのね、ちょっと時間がかかったりとか、周りの環境を整えるの大変かもしれないんですけど、すごく楽しいので、挑戦してみてもらえたらなと思います。ということで、何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次の動画で、バイバイ。